の途中の方ですよね、ほんじゃっけ交番にまあいっか。ハローエブリワン、今回のお客様は男性で、目的地は広島市立高後中学校です。高後中学校は卒業生に J リーグ元日本代表牧野智明さんがいます。その後に市営高後南住宅を見学して帰ろうと思います。タクシー料金は1940円でした。このチャンネルでは旅行雑誌には載っていないレアな広島を紹介しています。再生リストに各ジャンルをまとめていますので、そちらもご覧ください。今後もどんどん更新していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。それでは行きましょう。レッツラゴー。先ほど紹介しました卒業生の牧野智明さんは、 YouTube チャンネル牧野智明の俺じゃけんを開設されています。おしゃべりが上手で結構切り込んだことも言ってますので、ぜひご覧ください。面白いですよ。説明欄にリンクを貼っておきます。広島市立高後中学校は昭和22年4月広島市立第7中学校として発足しました。その後昭和24年に現在の地に移転し、広島市立高後中学校と改名しました。昭和24年というと矢沢永吉さんが生まれた年ですね。生徒数は一時期は2000名近くまで増えたマンモス校でした。2020年は通常学級と特別支援学級を合わせて774人で、少子化の時代では多い方ではないでしょうか。生徒数から見てもこの周辺が住宅地エリアなんだなっていうことがよくわかります。そして若い家庭が多いんだろうということも推測できますよね。交通アクセスも JR や広島電鉄が近く、中心市街地や広島駅に行くのが非常に便利です。また宮島街道が目の前を通っていますので、車でも行き来しやすいのが住みやすいポイントだと思います。高後中学校の周辺の土地はもともと海だったところで、約150年前の明治初期に開拓されました。地名の由来は干拓に着工した年、明治3年の干支にちなんでいます。明治2年の秋の凶作により困窮者が多数出たため、救済のため広島藩の繁栄事業として始められました。隣接する草津地区が古くからの漁村であることと対照的に、高後地区ではさつまいも、大根などの野菜の栽培に力を入れました。戦後の困窮期には学校の校庭でもさつまいもが盛んに作られ、広島市立高後中学校は地元民から芋中と呼ばれました。それでは動画を見ていきましょう。どうぞ。
右側が市営公募南住宅です。市営ですけど、なんかおしゃれな感じがしますよね。こちらの設計にあたった現代計画研究所代表の藤本正也氏は、市営元町高層アパートのチーフを務めた建築家です。中庭もあるし、住みたくなりますよね。左側は中国電力西広島営業所です。地元の人はみんな草津変電所って呼んでいますね。もちろん牧野智明さんはこの変電所の前を毎日通って中学校に通ってたはずですよ。それでは今回はこれでおしまいです。今回の動画はいかがだったでしょうか。よかったと思われた方はチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではまたね。